こんにちは、月風の子です。今回はですね、長野県の中条村という、旧中条村ですね、今長野市になったんですけど、そこにあります虫倉山ね、こちらの方今日登山しようかなと思ってます。で、今時刻はね11時12分になります。で、これからね登山開始していきます。で、標高はねさっき合わせたんですけど981メートルです。で、今ねここは虫倉山登山口の不動滝コースっていうところの入り口に立ってます。結構ねいろんなコースがありますね。そんな感じです。で、これからね登っていきます。で、この山ね丁寧にもここ杖ね登る人の杖ありますので、杖忘れたっていう方はね使ってみてはと思います。でね、今ね、開始にしました。983メートルで今から登っていきたいと思います。ちょっとね時刻的にね11時過ぎてて遅いんですけど、しょうがないですね、いつものことで。で、そんな感じです。じゃあね早速、登っていきたいと思います。でね、カメラの方ね、あんまり自信ないんですけど今回はね手ブレ補正効かせてるつもりなので多分大丈夫だと思うんですけど、まだねこの、オズモの DJI アクション3ね、まだ使いこなしてないっていう言い方はあれですけど、いろんな設定が結構あってですね、ちょっと行きますかね。じゃあえっ、ー、と11時15分出発ということで行きたいと思います。でね、じゃあ行きたいと思います。この山はね登ったのは何回目、3回目ですかね。初めて登った時はね前勤めてた会社の創立記念日で午後お休みっていう感じだったんですよ。で、後輩とね一応登ってみるかって話をして、午後ね午前中会社終わってからここに来てねこの不動滝コースをね登ったというね感じですかね。そんな感じです。2回目もね、2回目は別の方と登ったんですかね。やっぱね最近動いてないせいか、やっぱダメですね。前回ね動画ねちょっと撮ったんだけどないんだけど、実を言うと飯綱山登ったんですよ。畑の動画でもお話ししたんですけど、実を言うとね本当に言い訳になっちゃうんだろうけど、前日ね結構雨降ってね、飯綱山登った時結構ねもう登山道がね上の方行くにつれてだんだん道路がね登山道が川になっててですね、すごいぬかるんでて、で山頂というか飯綱神社奥社があって、その奥に飯綱山の頂上があるんですけど、もう雪っていう、大雪渓の上を歩いたっていう感じですね。でね、頂上着いた時はね
なんともなかったんですよ。でね、頂上着いて、あの日ね、天候、まあ快晴ではなくってですね、天気予報快晴になるっていう話だったので、遅めにあそこも登ったんですけど、ずっと霧っていう感じでね、まあ結構ね、飯綱山私登ってるんですけど、こんなにね霧で何も見えない山頂ってね、初めてっていうぐらいですね。でね、晴れるのもしばらく待ってて、晴れないなってことで、じゃあ帰ろうかって言って、飯綱神社の奥舎でね、参拝をして、さて降りるぞって言った時にね、これがなんか足に違和感を覚えてですね、両足のまあ膝をつったんですね。で、こんなこと初めてだっていうぐらいね、まさか両足すると思わなくてですね、今まではね、ふくろはぎをつるってことはよくあったんだけど、膝をつるってことがね、あんまりなくてですね。で、やはり少し降りたところでもう足痛くて、どうしたかっていうと、僕ね、そういう時初めてだったんですね、今回膝だったんで。で、まあ10分ぐらいかな、休憩してですね、ひたすらも膝を揉みました。で、持ってきていた塩飴、ちょっと待ってくださいね、ここなんか山椒がいるみたいですね、山椒魚か。で、10分ひたすらね揉んで、塩飴舐めて、水を結構飲んで、で、まあ揉んで、10分ぐらい経ってぐらいからね、少し足が落ち着いたんですね。で、そこから下山したんですよ。で、下山途中はね、何ともなかったんですよね。で、案の定ね、あれなんですよ、下山してきて、次の日、次の日だから2日経ったぐらいの時にね、結構筋肉痛がひどくってですね、なまってるなってね。天引山も同じぐらいきつかったんだけど、やっぱね、花粉症で1ヶ月全然何もしてなかったっていうのが効いてんのかなとは思いつつもね、あんまり気にしなくて、3日目ぐらいかね、やっぱ足がすごくまだ治ってなくてですね、おっと、臭い岩だ、よいしょ、で、ね、畑もやんなきゃいけなくて、ね、どうしようかって、で、1週間ぐらいね経ったらね、今度ね、右足の足が痛いんですよ、歩けないんですよ、あれと思って、で、そしたらですね、あまりにも痛いんで、ちょっと整形外科行きました。そしたらね、右足の方、まずレントゲン取ってね、まあ骨さえ折れてなきゃいいやと思ってレントゲン取ってもらったんだけど、骨はね折れてなかったんですよね。大丈夫ですと。で、医者の方からね、これもしかして人体傷つけたかもしれないねって話になって、
まあ、そんな感じですよね。でね、しばらく安静にしながら、まあ、畑もやりつつね、で登ってからね、もう2週間ぐらい結構長かったんですけど、立った時にね、もう足はだいぶ良くなっていて、うん、そんな感じですよね。まあ今日はあれ、前回伊豆の山が4月の下旬に登ったので、あのそうですね、ちょうど2週間半ぐらいが今日って感じですね。うん、まあね、分析するとね、まあ、自分なりの分析ですけど、やっぱね、足つったのはなんでなんだろうって考えたんだけど、まあまずその日ね、まああの睡眠不足がまずあったんですよね。うん、で睡眠不足で、まあね、なんか体重たいなとは思ったんだけど、まあ昔はね、毎年登ってたんで大丈夫だろうと思って行ったんですけどね、まああとは水分不足、うん、なのかなと思ってます。まあね、それを踏まえてやっぱ毎月、まあ、今のところね、毎月っていうか2月だけね、あ、2月も登ったって言うの思ったんだよね、毎月ね、1回は登山しないとダメだなと思ってます。はい、はあ、今1063メートルですね。で、あのちょっとね、この虫倉山のお話をするとですね、一番最初、まあね、あの後輩と登った時はね、本当にね、夕日って言ったらいいんですかね、ライジングサンって言ったらいいんですかね、すごい綺麗だったっていう印象を持ってますね。はあ、でね、その後ね、実はあの白馬村の方で上白地震が起きたんですね。で、上白地震がね起きた後ね、また別の知り合いと登ってます。あのその知り合いがね、登りたいので連れてってくれって言うんで、この今登ってる同じルート不動滝コースをね、あの登ったんですよ。びっくりしましたね。あの今日あるかどうかわかんないですけど、あの途中ね、東屋があるんですよ。で、地震の前ってね、東屋ね結構あって、東屋の中からあの中にね、こうそこから見える北アルプスの風景が絵に描いてあって、これはこういう山ですよっていう説明書きがね、結構ね書いて、ああすごいなと思って。で、その東屋がね、やはりあの地震の後、あのやはりぺしゃんこなってて、あの登った時はびっくりしましたね。あれって、東屋が潰れてる。でね、頂上行ってもっとびっくりしたんでね、頂上行ったら割れてるんだよ、山が。ちょっとびっくりしましたね、あれはね、さすがに。で、今こう歩いてるんですけど、もう見て私はねびっくりしてるんですけど、あれ、こんな登山道だったっけっていう、まあ、登山道
ていうか、この道路はね、通ったこと2回もあるので、あれなんですけど、なんか道の形がね、ちょっと今日も今あれ変わってるっていう印象ですかね。まあそんな感じですね。まああれからね、何年ぐらいだろう、ここだいぶ前だよね、5年か6年ぶりですね、この山登るのは。そうだね、5年か6年ぶりです、この山登るの、本当に。まあね、本当に最近体力がね、やっぱ年取って落ちたなっていうのは本当に感じてるので、ちょっと少しずつね、こうリハビリも兼ねて、本当に毎月この山は登ってね、今年は第一目標である日本百名山鹿島槍ヶ岳ね、登頂したいですよね。で、鹿島槍ヶ岳はね、一応今大町市にね、第一中学校と西田台中学校っていう中学校2つあったんだけど、実はね、今年の3月ね、大町第一中学校が閉校になって、でね、中学校ってその生徒の記録って30年しか残しとかないらしいんですよ。だから当時ね、どのルートで爺ヶ岳鹿島を登ったかっていうね、記録がもうなくてですね、で一応西田台中学校しかないので、西田台中学校の方にね、電話をかけて、当時いた教員さんとかね、まだいてですね、お話聞いたところ、やはりね、扇沢からの手前の川沿いをずっと上がって、まあ爺ヶ岳鹿島で、また爺ヶ岳で登山口戻るっていう、行って帰ってこいのやっぱルートだったと思いますって言われてね、今年はそれはね、そのコースをね、中学校の頃の思い出と思い出しながらね、登っていきたいかなと思ってます。いや、で今標高はね、1102m になりますね。まあね、駐車場のところでだいたい890ぐらいだったかな、だったんで、980か80ぐらいだったんで、まあね、もうすでに 1000m 超えてるといった感じです。一応ね、地図はね、背中に入っています。まあこれ確かね、記憶では一本道だったっていう記憶なので、途中でね、もし道に迷うような感じになったらですね、ちょっと地図を広げて確認しながら登りたいと思います。いや、すごいな、もうここまで来てすごい汗出てますね。やっぱ全然動いてなかったっていうのと、まあ足直ってすぐね、畑やり始めたっていうのと、まあ畑のね、他に庭のね、赤松の剪定、また今年も来たんですよ。ね、やっぱね、高いんですよね。あの剪定はね、まだ終わってないんですけど、ちょっとね、大変かなと思ってます。まあ今日はね、その虫倉山、この駐車場あるんですけど、まあトイレもあるんですよ、ちゃんと。でそこね、駐車場なんですけど、もうね、満車になってました。どのルートで行ったかは分かりませんけど、まあ、ここまで来て出会わないってことは、行きはこっちで、帰り
別ルート上がってったんじゃないかなと、あ、別ルート下がってったっていうか下ってったんるんじゃないかなと思ってます。まあ、僕知ってる限りでもね、この虫倉山の登山道はね、3コースは少なくともありますよね。うん、そのトイレのね、あの方からこっちの不動コースっていうのと、不動滝コースっていうのと、あとね、もう一個、あのその駐車場の奥から登っていくコースとね、2つあるんですよ。で、あとはね、なんて言ったらいいんだろうな、もっと東側の方から登るルートもどうやらあるらしくてですね、僕知ってる限りでは、3コース虫倉山ね、登るルートがあるという感じですかね。よいしょ。いや、今日暑いな、本当に暑いわ、もう夏日だ。今日天気予報ではね、気温が30度いきますと、みたいな、夏ですよね、もう。まあ一応それでも僕はね、一応袖はね、長袖着てきてますね。で、中に軽い肌着ね、あの着て今登ってます。多分これ頂上登ったらね、誰もいないような気がする。ごめんなさい、今口の中にゴミが入った。どんぐらいかかったかな。多分登山口から、そうだね、どんぐらいかかったかな、まあ2時間はかかんなかったと思うな。うん、まあ、ゆっくり今日はね登っていきます。で、あとね、これ気になってるかもしれないですけど、ここね、水ホース、カメラに映ってたらすいません、申し訳ないです。あの、もう今登るのに今必死なんで、カメラもね、帰ってまた、どうなんでしょう、まあ今回はねちょっと手ぶれ設定したので大丈夫だと思うんですけどね。まあアクション3ね、僕も本当に前回本当に飯縄山登るまでは知らなくてですね、あの手ぶれ補正ね、モードがあるんですよね。あの普通の手ぶれ補正と、ちょっと強力な手ぶれ補正と、めちゃくちゃ強力な手ぶれ補正と、3つあるんですよね。で、前回ね、どこ触ったんだか分かんないんだけど、手ぶれ設定がねオフになってて、で、登ってね、まあ、足作るところまで全部ね動画入ってるんですけど、帰ってきたらね、もうあれなんですよ、見られない動画、もう画面が左右に揺れて、うわ見づらいなっていう動画ですかね。まあ、今回どうなんだろう。今回はね、普通の手ぶれと手ぶれプラスっていうのと、で、一番強力な手ぶれがあるんですけど、その真ん中のね、手ぶれプラスっていうモードにいまして、登ってますね。まあ、聞いてくれるといいんだけど。で、登りね、私、いつも話すのに遅いんで、まあね、なるべく揺らさないように、ゆっくりね、歩いていってます。いやでも本当に今日ね、誰も今会わないですねしかも下にね、クマ注意って書いてあった、やっぱ怖いですよね。まあ水分補給しながらね。で、今日登ればね、体に蓄積された悪い不純物も汗として出てくれるだろうしね、体中に蓄積された塩もね、結構出てくれるのかなと思ってます。まあ、今日登りきったらね、まあ家帰ったら、まあ私大体登山した日って家帰ってね、
自分で夕食作るの面倒なので、近くのお店に食べ行っちゃうんですけどね、大体食べるのは、そこの店はね、鶏がもう鶏の鴨ね、の照り焼きっていうのがあってですね、まあ肉補充ですかね、はあはあ、まああとね思ったのが、やっぱねもう毎日平地でもいいから歩いてないとダメだなっていうのがね、確かに仕事してた時はね、結構お客様の家にねお邪魔して、お客様のね屋根にこうアンテナつけたりとか、結構体動かしてたんで、まあねそんなに運動していなくてもですね、結構一日のまあ万歩計で言うとね、毎日1万歩は優に超えていたんですよね。まあ会社辞めてから帰ってきて、あんまりね1万歩も今1日歩いてない状況なんで、これじゃダメだなと思ってます。毎回この運動不足の話しますよね。暑い。でもまあ今日風がないですね、なのでちょっと暑いです。でもねやっぱ山登れるっていうところはねとても嬉しいです。まあ3度目ですけど来たなっていうね、本当にいい感じですよね。あの山なんて山だろう。今横を見たらね山がありますね。まあちょっと帰ってからね、またカシミールかなんかで調べたいと思います。でここにねなんかありますけど、ブドウ科の山ブドウの木もありますね。山ブドウって花いつ咲くんだろうねえ。まあ山ブドウの花見たいという気はありますけれどもね、暑いな。よいしょ、はあ、暑い、やっぱ相当鈍ってんのか体が丸いのかわかんないですけど、妙に今日はまた登りづらいですね。これなんで割り箸って書いてあるのかな、こなし割り箸どっちなんだろう、書いてありますね。まあ、この山もね最初登った時はね、まあ、人気がないって言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、あんまりね登ってる人、最初登った時はね本当に僕と後輩だけでしたね、はあ、でねその上白地震があって、まあ、この山もね信州百名山なんですよ。でねその2回目の登った時はねすごい人でしたね。やっぱ休日だとねこの山をみんな訪れるんだなって。今日平日なんですけど全然人すら会わないんでちょっと不安を覚えてますけど、まあ大丈夫だろうと思って今登ってってますけど、で今日はね一応お水の方は3リットル背中に今背負ってるです。なので3キロで、あとはね念のためスパッツとカッパ上下ですかね、うん、で靴はね一番新しいこうモントベルさんの靴を、ね、
前回朝日山登った時と同じ靴ですね。飯綱山の時はね、ちょっともう一世代前のモントベルさんの靴履いて登ったんですけど、いやきついわ。まあでもね、下に止めてあった車もね、もう帰ってくる頃には1台もないんだろうなっていう感じですよね。で、今から登るっていう人はまだ登れるんですよ。あのさっき言った通りね、この登山1時間半ぐらいだったかな。なんで行って帰ってこいで2時間、まあ2時間半見ておけば行って帰ってこれるんで、午後ね13時から登っても、まあ、下山するのは4時前までにはまた駐車場戻ってこれちゃうんでね。でこのね、山の住所なんですけど、さっき言った通り中条村か、旧中条村村だったんですよ。で長野市にね合併されてね、で中条中学校っていうのも確かあって、その中条中学校もね長野市合併と同時に確か移ったんじゃなかった、高校だったかな、長野市の方にね合併したっていうニュースが前流れてたような感じですかね。あとねこの山はあれ確かね、あのまあこれは間違いないとは思うんですけど、実はねこう山んば伝説っていうのがあるんですよ。あのまあ撮れるかどうかわかんないですけど、まあショート動画でね、もし確か下にね山んばのね伝説の看板があったと思うんだよね。なのでちょっとそれね流せたらね、ショート動画でね流したいかなと思いますね。まあ、今のところね足の方はね特段今異常はないです。まあ、上りはね多分異常そんな出ないんですよね。下りなんですよね問題は。まあ本当にねあれですよね、もう梅雨入りするのか分かんないですけど、結構ね雨ね降ったりやんだりっていう1週間の間でね多くなってきましたよね。よいしょ。まあ下に車あってね、この登山道登って合わないってことは、みんなもう一個のね反対側のルートを登ってったんだろうなと思います。まさか僕が登るまで頂上のてっぺんにいるってことはないと思われますので、まあ、それかねもう一個のあの3個目の登山口から登った方がこの時間であれば会うかもしれないですけど、そうさ、あとこの虫倉山ね昔頂上にね壊れた望遠鏡があったんですよ。で本当にね映らない望遠鏡でね、それ最初登った時ですよね。あの地震が起きてからはねもう望遠鏡も何もなかったですね。いや、まあね私長野県なんで、まあね北アルプスもあるんですけど、まあ、それ以外にもねやっぱ信州百名山とかね登りやすい山がね結構あるっていうのはねやっぱ嬉しいですよね。やっぱいきなりね日本百名山行くんじゃなくて、まあねリハビリというか練習体力作り兼ねてねこう手軽に登れる山を登って、そこから、まあ、百名山挑戦するっていうやり方がね地元ながらでもできますよね。で長野県はね本当にもうほとんど3割が日本百名山ねあるので、
ね、まあ北アルプスと中央アルプスぐらいまでだったらね、行きやすいですよね。あと北の方はね、雨飾りとかね、ただ南進のね、南アルプスはね、さすがに遠いです。どんぐらいかかるんだろうな。ここから天竜村まで行くまでもう3時間半以上かかるんじゃないかな。結構遠いですよね。いや、風吹いてないけど、でもやっぱ久しぶりに飲むと気持ちいいですね。今標高はね、1290メートルです。時刻の方ね、11時51分、まだ1時間経ってないって感じですね。ちょうど今30分ちょっと、40分ぐらい歩いて登ったって感じですかね。まあトイレ行きたくなると思うんですけど、まあそれでもね、やっぱもう歩きながらでもこまめに水だけはね取ってね、まあ3リットル積んできたのがね、駐車場着く頃には全部飲み干すようなね、そこまでの勢いで飲んでいきたいかなって思ってます。で、塩飴の方はね、確か背中に1飴2飴ぐらいあったかな、あったので、ちょっとね、もしまた何かありそうだったら塩飴舐めてね、見たいと思います。確かね、この先にそのさっき言った東屋があったような気がするな。なんかね、だんだん少しずつそよ風が吹き始めてきてますね。気持ちよくなってきました。暑いや。よいしょ。よいしょ。多分ね、その東屋からは北アルプスが見えていたので、多分そこまで行けば北アルプスが今日は見えているはず。まあ、昨日ほどじゃないけど、今日ちょっと霞んじゃってるんですけどね。まあ明日明後日からね、雨予報だんだんついてきたので、まあね、本音言うと、まあ今日しか登る日ないなと思ってました。昨日ね、登ればよかったんですけど、昨日はねちょっとね、庭の剪定ちょっと少しでも進めたいっていうのと、まあ親父のね、着替えをね、届けに行かなきゃいけなかったっていうのもあって、今日ね、水曜日なんですけれども、頑張って今登っていってます。まあ本当にね、山登りはきついですけど、頂上着いた時からの景色っていうのはやはりね、本当にいいもんだと思います。お、なんか道しるべがありますね。左に行くとね、興福寺っていうお寺に行くみたいです。ということは、これもう尾根に来たってことですね。で、このここのね、上に多分城跡、まあ、城があったってことですね。
で後ろは不動滝という形で、まあ、虫倉山まで30分ということで、今ね11時55分、まあ、12時半まで着くかな、ね、そんなにね距離はないんですけどね、結構ね今標高が1317メートルなので、ね、もうここで400メートル一気に上がったって感じなんで、確かにきつかったってきついのかもしれないですよね。うん、そうか、それ言うとね登山口はね4ルートあるってことになりますよね。この興福寺から来るルートも一応あるのでね、全部で虫倉山登るのに今4ルートがあるってことが分かりましたね。あずまや復活してるよ。うわすごいですね。これも下見てください。こう結構これ落ちたら落ちたで厄介ですよね。